ショッツの中です。今回は第3弾セブンナイツやっていきたいと思います。さあ僕のねチーム、ちょっとルリちゃんを強化したわけですよ。もうね半端なく強化したんだけど、まだねあの進化のこのダンジョンが来てないんですね。このね、あ、経験ダンジョン来てる。待って。あ、でもこれじゃなくて、これのもっと後に来る、火属性のキャラクターの進化素材がもらえる、あのダンジョンで、火の聖水が、このルリちゃんだとか、まあいろいろね、キャラクターに使える強化素材がもらえるんですよ。まあそれはさておいて、皆さんにね、ちょっと陣営を変えたらいかがですかというふうに、こう、アドバイスいただきましたので、こんな感じでね、今この、5対1234でアリーナでやったら、あ、今これアリーナじゃないんで、あの悟空前に行ってますけど、アリーナチームだとあのねここのチームじゃなくてどれだっけ、ここアリーナだったらアリーナのチームがあって、そちらの方でね悟空を後ろにしてルリちゃん前にしてみたいな感じでね、そんな感じでやったらねめちゃめちゃ勝てましたよ。本当ありがとうございます。もうね助かりまくってますよ。本当にありがとう本当に。でデロンズがだから経験値アップのクエストがなかなか来ないから、そうなかなか来ないわけじゃないんだけど、あの来る時間ちょっとなんかね合わなくて、あららみたいな感じでねずーっと過ぎてったらね、ルリちゃんでいっかっつってルリちゃんだっかこうばっかをこうバーってやってたらこうなっちゃったっていうね、まあそんな感じですよ。で今回はやっぱりね皆さんお気づきの通り、このねいっぱいルビーがあるでしょ。何を求めかしら。このルビーをですね、まあ全て使いましてと言ったらあれですから、まあまあまあ引ける分だけ使いますというふうに言っておきましょうかね。こちらのまあまあ、でもガチャ来る、ガチャある前にまあいいや、ガチャ行ってみようかな。いらっしゃい。あ、これクロエちゃん、これクロエちゃん、これクロエちゃんね、これクロエちゃん、かわいい。このね、あのね、このね、ちょっとね揺れる動作がいいですよね。さあじゃあ11連ガチャやっていきましょう。どん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 やって、まあキャラクターたちをねいっぱい揃えたいという形でね、どんなキャラクターが出るかな、いろいろ追加されたみたいなんでね、ちょっと気になりますね。さあどうだ。なるほど、まあここら辺はバーッと開けて OK、 まあまあまあここら辺も売ってもいいようなキャラですよ。ほい、あ、ニアが出た。いいじゃんニア、普通にいいじゃん。あ、エスパード持ってる。リー初めて、どうなんだこれ。あ、ルーシー初めてだわ。ちょ、初めてキャラが出ましたね。もう一回やろうと思っても多分、あ、いけるいける、よし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 、枠がもうそろそろいっぱいになりそうなんだけどね。さあ第2回11連どうなるかですよ。さあどれだけのキャラクターが来てくれるのか。おお、結構多いぞ。ここら辺開けて、じゃあうい、あ、ルーシーだ。はい、あ、カリー持ってる。はい、ラクーン、なんか微妙そうだな、ビジュアル的に。お、待って、これ挑戦じゃん。挑戦だったけどね、確かに名前がね。おー、来た来た、いいですね。あ、リナ持ってないかも、ある、いらないかも。ほー、ノックス、まあまあいらないかもしれないね、ここら辺は。なるほど、多分ここで売却コース今食った。さあもう一回やりますよ。さーて次はどんなキャラが出るかな。両方来てほしいななんて思いながらやってるんですけれども、さあどうだ、次はドン。おお、なるほど、まあここら辺はパパパパパ、はい、もう売却確定ですね。お、スニッパー持ってる。ブラックローズ、ブラックローズってさ、あのめちゃくちゃバンバン打つ人で、めちゃくちゃ欲しかったんだけど普通に。やったぜこれは。あ、エルニアが同じ、ラニア、すごい似てるな。メイ、待って、メイは持ってたと思う。てかメイってあれじゃん、郵便配達って。あ、そうだそうだ、これだ、あのなんかお知らせのね、早く保存期間はどうのこうのっていうあれだ。そうだ、あ、メイもそうなんですね。ちょっと育てよ。さあもう一回、これラストですね。さあどんな感じでしょうか。これで、まあ、呂布系が来てくれたらとても嬉しい。でも、メイとか、挑戦とか嬉しいんだけど、あそこら辺。さあ、どうでしょうか。まあ、最初に比べたらね、結構、おい、チャンスラー、初めて、あ、なんかこれ、あれで見た、アリーナで見たな。お、
待て、これなんだっけ、パイロンだっけ、なんかそんな、いやわかんない、中国のなんか読みわかんないんだよね。あ、リンリンとかいいね、その名前がもう。あ、でも星5じゃんこれ、いいっすね、嬉しい嬉しい。あ、グッピー出た、ザコ、いやザコじゃない、ザコじゃない、わからないから使ってないから、ザコで持ってるし。あ、待って、これは持ってなかったような気がするぞ。どうなんでしょうねこれ、もう一回できない、もう148。まあ今回はこのところにしましょうか。でもよくない、ちょっと待って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 、期待で胸がいっぱいだよ本当に。ちょっと待って待って、どんなキャラが出た、キャラ一覧、闇の墓場へ。ちょっと待って、いや個人的に、個人的に待てよ、基本ランクレベルキャラランクじゃない、ランク別で見ていこうか。ここのそう、ブラックローズ、そうそうそう、あー出た、ブラックローズ、俺これ好き、これ好き、この子好き、この子かわいいよね、なんかいいよね、なんかね、銃に惹かれるんですよどうしてもね、銃ばっか撃ってるゲームしてると、やっぱ武器がなんか銃系がね、あのなんか武器のね、銃のキャラっていろいろなゲームにいるけど、あんまりね強い人っていうか、なんかそこら辺ね弾の一発の火力が弱かったりするんですけど、これアリーナでやられてマジでねボコボコされてますからね、これちょっとブラックローズ育てたい。私の舞で酔わせてあ酔わせてあげる、は一気に肩をつけてやる、どうでしょうこれは、スキル見よう、一気に肩をつけてやる、あーなるほどね、まあまあここら辺どういう感じで育てようか。あー、メイがそうそう出たんだよ、なんでもないですよかわいいねいいね、なるほど、日々精進ある、ね、あ、ちょ待て待て待て、あともう一人出たの、チョースに出た、おい、はら、おお、これってどれぐらいなんだろう、ちょっと待って見よう、ララララ、敵の魔法とバフ解除、おお、ネガティブバフ、あーなるほどね、ネガティブバフと、お、え、すごくないこれ、味方の HP、 あ、ま、HP を魔法力の 50% 回復させますってことは、魔法力めっちゃ高めたらHP めっちゃ回復するのかな、これでも50だからね、2ターンでしょ、で言うたらば 100% ってことでしょ、あ、効果はか、なるほどね、ヒーラーですね本当に。いやでもこのブラックローズがね個人的に嬉しいなっていう感じの、セブンナイツなんですけど、どうしようかな、ここからちょっとブラックローズ育てようかな、まあいろいろとね育てる道具はあるんですよ、待ってよ、こちらの方に、いやもうあれがないのよ、進化させるあれがないんでね、ちょっとね悲しいんですけど、ああとそうだ、皆さん聞きたかったんだ、これこのお手紙が届いてますよっていうのはね、そうそう、これがメイちゃん、これがメイちゃんだよね、合ってるよね、メイちゃんが来て、まあここですよ、この選択キャラ、ここですよ、この選択キャラのこれの精鋭キャラたち、あ、今ちょっといっぱいになってるから受け取れないって言われてる、ちょっと待って待って、売却するわ、でそうそうそう、ここら辺でこのキャラクターたちね、誰を、そうだからこれでブラックローズを僕はゲットしようかなって思ったんですよ、どれがいいですかねこれ、ちょっと皆さんのおすすめ、この中から、まあ持ってないやつをおすすめだとは思うんですけども、どれがいいですかね、ちょっと個人的にね、ブラックローズいいんじゃないって思いながらやったら、こっちもまたねあったんで、だからどうしようかなと思って、僕まだそういう知識がね乏しいんで、皆さんちょっとこちらのね、キャラクターどれがいいか、コメント欄でねぜひぜひ教えてくださいませ。これをまた育てたいと思うので、また第2チーム、この今チームエルニアをちょっと変えたらいいよって言われてたんで、そこもちょっと変えつつ、まあとりあえずはみんなね、この火の元素が必要な人たちがいっぱいいるんですよ、あと装備のやつもなかなかね慎重に選んでくださいって言われたんで、そうなんですよね、この火の元素って、この剣のマークね、この剣のマークの人のレベルを上げたかったら火の元素っていうものが必要なんですよ、そこをこう取っていきたいって思ってるんですけどね、まあいろいろとまた試行錯誤しますので、ぜひぜひ皆さんちょっとお願いします。そしてちょっと最後にねやっていこう、ちょっと待って、自分のちょっとまた新しい新パーティー組もうか、チーム編成、このね防御陣営のところじゃなくて、
あの僕が今日今回引いたキャラクターたちでちょっとチーム編成しますか。ちょっと弱々チームになっちゃうかもしれないけど、とりあえずここら辺全部抜いてで、まずデロンズ入れのブラックローズ入れるでしょ。ブラックローズ後ろの方がいいな。そうだな、これであとは誰が、あ、メイちゃん後ろにしとこ。あとはこれもなんか前に置いてる人結構いるような気がするんで、前に、あ、そうそうそう、あとヒーラこれ、あれ、どこ行った、あれ、いない、ちょっと待って、見失った、あ、いた、はい、はい、これで、とりあえずこれでレベルアップできるキャラはレベルアップし、ちょっとだけしとこうかな。いや、迷うな、これ。ブラックローズは絶対だから、これ絶対。待って。メイちゃんってどうなんだろう。ちょっとね、まだ、アリーナでいたかなって思って。ここら辺ね、まあ、いらないキャラクターでもこうやって突っ込んどきますか。売るのもいいけど。これの全体の、そう、これ。はい、やば、もう行くんだ、一瞬で行くんだ、これちょっと、これは、いや、ちょっとこれはって、これしかないんだよな。ブラックローズいいからもうこれ使っちゃって、一つぐらいだったら、まあいっか、ブラックローズね。はい、さあこれで30までとりあえず上げとく。はい、君ならやってくれると思ったでしょ。で、あとはさっきの、そうだな、挑戦あたり行くか。あった、はいはい。いや、もうマジこれもったいないな、なんかやめとこ、怖いわ。ブラックローズ好きだからそれだけにしとく。このパーティーでちょっと冒険してみましょう、どんな感じか。いや、ちょっと待って、弱いやつでお願い。上級じゃない、ダメ。初級の、そうだな、このボスエリアとか行ってみたらどう。え、もうちょっと行っても大丈夫かな。ここら辺かな、2-4のここら辺のボスエリア、ここ行けるんじゃないと、やってみましょう、どんな感じかな。そう、見ちゃみよう。普通に強えっていうな。デロンズワンパンじゃねえか、お前。ちょっと、まあ待てよ。そう、おお、すげえ。あー、いいねこれ。なんか重慶やっぱ好きですわ。デロンズが全部おいしいとこ持ってくんだよな、本当に。いや、お、3体だ。ちょっと待って、デロンズちょっとやりすぎ。あー、終わっちゃったじゃん。ちょっと他見れて、ちょっとブラックローズ見してよ。ブラックローズ見して、待って、ブラックローズ見たい。34秒で終わっちゃったよ。もうちょっと冒険エリア違うとこ行こう。まあ、初級だからもっと先行っていいのか。だったら初級じゃなくても中級のこことかどうよ。じゃあ逆に、あ、でも3しか言って大丈夫かな、これ。逆に強いバージョンというか進化バージョンですね。さあこれでどうしようかな。あ、ブラ早いで、デロンズ調子乗りすぎだろ、ちょっとさすがに。まあ分かったから、強い。そう、これよくないっすかね。てかハンドガンってところがまたいいよね。いいです、ヤンマーニ的な意味で。いいですね。さあもう一個のやつ。かわいい、死にかけなんだけど。ほら、これよくないっすか。僕好きなんですよ、めっちゃ。こんなーつって、これいいよね。いや、メイちゃんも割と好きだわ、これ。これ割と好き。まあ、レベル上げてないからあれだけど。いいね。ちょっと。あ、みんな死んじゃう。大丈夫。ほら。まあ、今68しかない。あ、死んだ。見る間もなく死んでしまうと。かわいそうな。あ、強すぎ。やば。ちょっと待って。じゃあ、最後決めてもらおうか。ルリちゃんに。ライトニングストライクしてもらうか。よし、
まあというわけでこんな感じでね、今回当ててきました。皆さんおすすめのねキャラクター、あれ選択どれすればいいですかね。2つあるのでぜひぜひコメント欄でこっちとこっちおすすめですよって2つ書いてくれたらね嬉しいです。そしてダウンロードリンクの方は下にありますので、ぜひぜひ皆さん楽しいのでね、ダウンロードよろしくお願いします。というわけで今回はこんな感じで終わりたいと思います。またね、また第4弾ありましたらぜひぜひよろしくお願いします。それでは次回もかかってこーい。